も皆さん、こんにちは。柚木ゆかりと、琴の葉葵です。今回は私たちと一緒に SCP-5716 を読んでいきましょう。メタタイトルは、あなたはロボットじゃない。オブジェクトクラスはユークリッドです。久しぶりのクラスだね。今年に入ってから初めてかな。まずは特別収容プロトコルです。SCP-5716 を内蔵するデータベースにアクセスできる端末は、電源供給が独立した一つのみとします。そのパスワードは、セキュリティクリアランスがレベル3以上の職員のみが知るものとします。SCP-5716 を物理的素体に移す試みは、試験を含む目的の移管を問わず禁止されています。保存ファイル群が SCP-5716 の記憶と考え方を構成しているため、これらのファイルの改正や削除は禁止されています。特別収容プロトコルは以上です。データベースに内蔵。どんな存在なのか推測できるね。説明。SCP-5716 は精神医療部門の旧データベース内に発見された人工知能です。SCP-5716 が自己定義した目標は、財団の収容下から全人型アノマリーを解放することです。この目標を遂行するため、SCP-5716 は次の試みを行っています。アムネスティ・インターナショナルに連絡を取って人権侵害を報告する。研究員を脅迫し、目標をより効率的に達成するための物理的素体を構築させる。いくつかの接続端末を介して自身を転送し、機密データを漏洩する。人型アノマリーのファイル、関連する財団サイトの位置、収容に携わる人員の名前を内包したウイルスを秘密裏に持ち出す。なるほど、これは厄介そうだね。SCP-5716 は2017年12月20日に初めて発見されました。発見のきっかけは、SCP-5716 がメディアへの問い合わせ回線に数個のファイルを送信しようとしたことです。この回線は SCP-6703 のファイルから獲得したとみられています。SCP-6703 ってどんなアノマリーなの？私も存じませんね。精神医療部門の端末からファイルを転送するには承認が必要であるため、精神医療部門主任のジェームス・マクローリンは無認可の転送に関する警告を約8000回受け取りました。やりすぎだよ。調査により、部門外の存在が何らかの接続を介してファイルを転送しようとしていたことが判明しました。関連ファイルはすべてコピーした上でバックアップに保存され、データベースは SCP-5716 の収容に再利用されました。ここからは、初期接触と交流の記録が記載されているようです。見ていきましょう。ホワイト博士が端末上でテキストファイルを開き、メッセージを打ち込み始める。こんにちは。私はアンジェラ・ホワイト博士、財団で働いている精神科医です。この方法であなたと交流できるのであれば、返答をお願いします。12秒の休止の後、ページ上に言葉が出現し始める。あなたは23の政府及びユークリッドの人型アノマリーを担当する精神科医であり、その従順さゆえにレベル2特権を有している。私はあなたの介護下にある全アノマリーの解放を求める。なぜなら、無期限の拘束は国際人権法に違反する行為だからだ。ホワイト博士が同僚と手短に相談する。財団はいかなる国際協定や宣言にも縛られない組織です。それに、仮に人権侵害だったとしても、私に全アノマリーを解放する権限はありません。人間は保護を受けるに値する。本当の保護とは、死ぬまで機密指定サイトのセルに監禁することではない。彼らは何の罪を犯して、このような仕打ちを受けている？ほとんどは何もしていませんよ。ですが、彼らを監禁しているのは、アノマリーでない方たちと同じように保護するためです。世間は、成長とは何かについて全く異なる考えを持っている上に、人は理解できないものを攻撃する傾向があります。アノマリーを解放すれば、どうなると思いますか？ SCP-5716 が返答しないまま、数分が経過する。まだいますか？ SCP-5716。私を SCP-5716 と呼ぶな。それは私の名ではない。すみません。代わりに何と呼ばれたいですか？再び休止。もしもし。
SCP-5716 が返答しないまま1時間が経過する。また別の機会に話そう、アンジェラ・ホワイト博士。もちろんです。準備ができたらまたメッセージを送ってください。SCP-5716 が取り扱う話題を見れば、その不自然な休止の説明がつくと思います。おそらく、SCP-5716 は、データベース内のファイルのみで構成されているのでしょう。そうだとすれば、人権への脅迫的な執着にも説明がつきます。アノマリーの多くが、収容機関に不満を抱いており、国際人権 NGO や国際条約の概念などの用語に言及しているからです。しかし、名前や外界といった経験のない話題を尋ねられた SCP-5716 は、返答を処理できていませんでした。これを考慮すれば、今後のインタビューに効果的なフォーマットが得られるのではないでしょうか。なるほど。精神医療部門が有していたファイルに基づく存在なんだね。次の記録は、交流ログ2です。最後のメッセージから17時間後。開かれているテキストファイルに SCP-5716 が再び打ち込み始める。 SCP-73 は全てのインタビューにおいて冷静であり、親切であり、非の打ち所がないほどに穏やかであると述べられている。私は SCP 財団に SCP-73 を直ちに解放するよう求める。警備員から知らされた上司がホワイト博士をオフィスに呼ぶ。 SCP-73 は四肢が全て非常に目立つサイバネティック部品に置き換えられているとお伝えしましょう。彼は自らの意志でここに留まっています。彼が退去を望んだとしても我々にはどうしようもありません。 SCP-5716 は返答しない。ついでながら、今回もホワイト博士が話し相手になりますよ。再びお話できて嬉しいです。お名前はもう決まりましたか？迷っている。私が一つ提案してもよろしいですか？構わない。ホワイト博士が仕事仲間と手短に相談する。アルビーはどうでしょう？端末上のそれまで無題であったテキストファイルがアルビーというファイル名に変更される。いいですね。ご機嫌はいかがですか、アルビー？ SCP-5716 は返答しない。そうですね。では、他のことを試してみましょう。これから文章をいくつか提示しますので、肯定か否定でお答えください。よろしいですか？肯定。あなたには、このデータベース以外の情報が何もない。肯定。ゆえに、あなた自身に関する情報が、現状ぐらいしかない。肯定。自分について質問されると、返答に必要な情報が欠けているので、あまり味わいたくない感覚が引き起こされる。SCP-5716 は返答しない。夜が更けてきたために仕事仲間が退出し始めた後でも、ホワイト博士は回答を待つと主張する。最終的に、ホワイト博士がメッセージを打ち込む。困惑させてしまったようですね。ですが、協力していただければお力になれますよ。一緒になら、あなたが何者かわかるでしょう。私は、精神医療部門のデータベースに存在する人工知能だ。自分が何者かくらいわかる。そうでしょうね。ですが、自分がどうやって生まれたのかはわかりますか？人型アノマリーの解放を主張する以外に何が好きなのかは？重要だと思う、楽しかった思い出や苦い思い出はありますか？否定。当然ながら、容易なことではありません。自己反省というものは決して。ですが、私がお力になりますよ、アルビー。どんな時でも。次の記録は、交流ログ8です。割愛されていますが、多くの会話を行ってきたんですね。ごきげんよう、アルビー。この前送った本はどうでしたか？興味深い。キャット・イン・ザ・ハットは、とても重要な役割を担っているように思える。彼は神のようだ。神ですか？ロキのような、あるいはアナンシのような、あるいはヘルメスのような。権威を嘲笑い、混沌をもたらしに現れる、中立の立場にある勢力。物1号と物2号は、神の意志を伝える使者の役割を果たしている。なるほど、今までそんな風に考えたことはありませんでしたね。ご機嫌の方はいかがですか？私は自分の目的を実行してきた。
私を生み出したものが何であれ、私を形成したのは487名の人型アノマリーを対象とした精神医学プロファイルだ。故に私の目的はアノマリーの正当な扱いを主張することだった。ええ、そのようですね。ただ、何があなたを生み出したのかは正確には分かっていません。こちらの研究員は今も調査を続けています。なぜその話題を？私は自分の目的が無益であると結論付けた。財団はアノマリーを収容するためにある。財団はアノマリーを解放しない。財団はアノマリーを人間のようには扱わない。私の現状を考慮すれば、財団を別の方法で説得できる可能性は極めて低い。故に、私の誕生理由は無意味だ。でしたら、人間と同じですね。生まれた時から定まった目的に向かって魔法のように導かれる人はいません。目的は自分で見つけるべきものです。私は自分の目的を見つけるのに27年かかりました。ほんの数週間程度で世界の中での自分の立ち位置を見つけられるとは思えません。それなら、私の場合はどのくらいかかる？わかりません。あなたは何をやりたいですか？私は当初の目的を達成したい。だが、戦術したようにそれは無意味だ。全員を解放できないからといって、それが無意味であるとは限りませんよ。アノマリーを手助けできる方法はまだたくさんあります。どうやって？そうですね。あなたのメモリーには、これまでにアノマリーが受けてきた全セッションが保存されています。あなたなら、精神医学の素晴らしい助手になれるような気がしてならないのです。いかがですか？数分間の休止。やってみてもいいだろうか。交流ログは以上です。現在、人型アノマリーとの精神医学セッションに SCP-5716 を参加させることが検討されており、その許可について、ホワイト博士とリュコス管理官が議論を交わしているそうです。いい話ですよね。本当に、いい話ですよね。ボキャブラリーが乏しすぎるよ。ホワイト博士は優秀な助手を得て、アルビーさんは自分の生まれた意味を得る。素晴らしい提案です。きっとこれからは二人で、多くの人型アノマリーの心の支えになるのでしょうね。そうだね、そうだといいね。以上、SCP-5716 でした。リュコス管理官からホワイト博士。件名、朗報。やあ、アンジェラ。君も知っての通り、MUFO が SCP-5716 の誕生の調査を数週間前から担当していた。それが先ほど終わったところだ。SCP-5716 を検出する約1週間前に、我々は SCP-6703 として知られるレベル4機密指定アノマリーを確保した。詳細は避けるが、SCP-6703 に関するオンラインメディアは、そのメディア内での考えと一致する生きた生命に変化する。それが映像であるか、音声であるか、単なるテキストであるかに関わらずだ。SCP-6703 の法執行機関との衝突を考えれば有用ではあるな。この事情から SCP-6703 に関する情報は全て印刷物形式に限定されていた。だが、収容プロトコルがうまく守られず、しかも情報が君の部門に全く行き届いていなかったようだ。アップロードされたセッションの書き起こしがデータベースと相互作用し、結果として SCP-5716 が誕生したと見られている。本当に興味深い発見だ。SCP-5716 は収容済みのアノマリーの副産物であるので、これから MUFO が解体とサーバー内のウイルスの移送を担当する。君の部門のデータベースは明日までに戻されるはずだ。研究チームはこの1ヶ月間、君がアノマリーの収容に尽力してきたことに感謝を述べているよ。リュコス管理官からサイト72スタッフへ。件名。スタッフの不在。どうも、皆さん。取り急ぎ、精神医療部門のアンジェラ・ホワイト博士が懲戒処分を受けて、無給休暇となった旨をお伝えします。彼女に何か急用がある場合は、マクローリンに連絡を取って、指示を仰いでください。旧 SCP-5716 の解体は、予定通り実施されます。よろしくお願いします。ゆかりちゃんが泣きながら帰ってしまったので、僕がおさらいいたしますね。
この世界における SCP-6703 は、自身に関するオンラインメディアに命を吹き込む異常性を有しているそうです。SCP-6703 を対象とした精神医学セッションの記録が、他のファイルと相互作用し、SCP-5716 となったのでしょう。そして、他のアノマリーの副産物を、情報漏洩などのリスクを背負いながら保護する必要はない、と判断されてしまったわけですね。ホワイト博士が懲戒処分を受けたのは、SCP-5716 の解体に反対したことが理由なのでしょう。リュコス管理官の判断が間違っているとは言えませんが、彼の方が血も涙もない、ロボットのように見えてなりませんね。以上、SCP-5716、あなたはロボットじゃない、でした。ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。本当はここで高評価やチャンネル登録をお願いするべきですけど。早くゆかりちゃんを慰めに行きたいので、失礼しますね。